どうもショッピーです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。すみません、2日動画が空いてしまいました。引っ越し作業がもう15分で終わるかな、パパッと終わるかなというふうに思ったんですけども、いやいや結構時間かかりますね。ポジションを決めるのがまた時間かかったりとか、あともっとおしゃれに、ワクワクするような部屋にするためにはこういうのも必要だよねみたいな感じでやってたりするので、こういうところとかまだ全然片付いてませんし、こういったぶっ込みスペースもまだ改良の余地があるなと思っています。でもこのパキラちゃんが伸び伸び育ってくれてるのですごくいいと思います。そう、例えばこことかですね、僕の仕事スペースになろうとしているところがあるんですけども、まだまだごちゃっとなってます。今はとりあえず2人のものをガッチャンコしてそれぞれのポジションを決めてっていう段階です。例えばこういったハサミが2つダブっちゃったりとかですね、明らかにこう1個無駄だよねみたいなところではあるんですけども、まあ、今はとりあえずこう全部入れるだけ入れてポジションを決めてっていう段階ですね。なので動画のコメント欄にもありましたけども、入ってきた後の断捨離っていうのはまた別の動画でシェアさせてもらいますので、ぜひ楽しみにしてほしいのと、やっぱルームツアーもちょっとまあちょっと時間がかかりそうです。すいません。じゃあショッピンと何とんねんというふうにまあツッコミが入ってくると思うんですけども、まあ、僕もこう撮るのが好きなので、もう今ちょっと撮り始めちゃったっていう感じなんですね。例えば収納グッズでこれいいなって思うアイテムだったりとかをシェアしたものはあるんですけども、だからそれよりもですね、やっぱお散歩をしていきたいっていう、ミニマリズムもそうですし、その身軽な感じでどんどんお散歩していく、お散歩していく、いろんな場所を撮っていくっていうところもシェアしていきたいので、まあ、なので今回はそのミニマリズムなお話よりもやっぱそのお散歩をしていろんな気持ちいい絵をお届けするってことをやりたいと思います。で、じゃあどこを今日撮っていくかっていうことなんですけど、この物件にいる前どこにいたのかっていうのを、まあ、引っ越した今だからこそシェアできるかなというふうに思ったので、今回はその僕が前いたところのその街だったりっていうのをシェアしていきたいと思います。そこをお散歩していきます。ショッピングが前住んでたところとか、どうでもいいわ、ミニマリズムの話せいやっていう、まあ、ツッコミが飛んでくると思うんですけども、まあ、そういう方はですね、今回はちょっとすいません、動画を閉じていただいて、また次の動画で、楽しみにくれたら嬉しいです。じゃあ今から早速行きましょうってやってもいいんですけども、ただちょっと今お昼時になってきてるので、ちょっと昼食ですね、作っていきたいと思います。あ、でもその前にですね、このエアコンからちょっと液体がポタポタ垂れ始めてきてるので、早速ですね、管理会社の方に電話をしたいと思います。先日、まあ、3日前ほど前にこう引っ越しをしてきたんですけども、はい、早速ですね、エアコンから液体がポタポタと垂れ始めてまして、はい、ちょっと確認というか、はい、していただけたら嬉しいんですけども。かしこまりました、お願いします。はい、お願いします。失礼します。はい、とりあえず一件落着なのかどうかなんですけど、まあ、液体がポタポタって垂れちゃうのがね、寝てる時にこうポタッポタッって垂れてすると気が散っちゃったりするんで、いやでもやっぱ神対応ありがとうございますって感じですね。はい、じゃあご飯作りましょう。はい、じゃあまずご飯を炊いていきます。いやー、それにしてもやっぱめちゃくちゃ料理がやりやすいです。このスペースが広いのか、こういったちゃんと道具があるっていうのもやっぱすごくありがたいですね。はい、これでよいしょと、ちょっと置き場所が今まだポジションが確定しないので、ここで炊きます。その間にこれかな、よいしょ。あ、まな板がない、まな板がない、あーどうしよう、仕方ないです、サランラップで代用しましょう。顔傷つけないように、はい、しないといいですね。よいしょ、うん、いい感じちょっと慎重に慎重に入れないといけないですね。はい、はい、じゃあまずは鶏肉を入れます。いいですね、よし、じゃあ卵割りましょう。あ、失敗しちゃった。食べちゃいましたね普通に食べちゃいました。撮るシーン忘れちゃいました。まあでもしょうがないです、もうないものはないんで。じゃあ今からですね、早速外の方に行きたいと思います。
はい、秋葉原に来ました。いやー、朝飯も暑いっすね。いや、暑いっすね、本当に。熱中症やばいっすよ、これ。はい、ということで取引先の挨拶も終わりましたので、じゃあ早速僕が今いたところですね、今までいたところに行ってみたいと思います。お茶の水。はい、ということで到着しました。いやー、なんかここに来るの本当に最高かもしれないです。いやー、それにしてもいい散歩日和ですね。日焼け止め塗ってきたんですけど、あまり見ないんでしょうねこういうのも。1週間前は普通にこういうとこバリバリ歩いてたんですけど、なんか懐かしい雰囲気がしてます。本当は実は僕ここに住んでましたっていう風に言おうと思ったんですけど、でも例えば北海道の人とか九州の人、沖縄の人からしたら、え、どこそれみたいな感じで終わるだけだなと思ったので、ちょっとそれ急遽取りやめて、なんでこの土地にしたのかって、身軽なライフスタイルを送るための物件、土地選びみたいな感じでシェアしていこうかなという風に思います。まあ、で正直その僕が住んでいるところって、例えば家賃が安いからって言ったところで、いや札幌の方がめちゃくちゃ安いですよとか、岡山はめちゃくちゃ安いとこありますよとかですね、新築ではめちゃ安いですよっていうところあると思いますし、あとじゃあ近くに何々があるところって言っても、いやそれうちの町にもありますよみたいな感じで、いやあると思うんで、まあなので、あの別にうちの町がナンバーワンめちゃくちゃいいですって言ってるわけではないんです。ただ僕がその東京に住むならここがおすすめなんじゃないかなっていうところで、シェアしていこうと思います。で、僕が住んでたところっていうのは家賃が6万4000円でした。6万4000円で、6畳ワンルームで、まあ何も部屋自体には何もなかったんです。なんですけど、徒歩5分圏内にまず駅があります。徒歩5分圏内にスーパー、八百屋、警察署、郵便局、区役所、全部揃ってるんですよ。なのでめちゃくちゃ便利なんです。何かしようと思ったら徒歩5分圏内に行けば必ず何かがあるっていう。あ、でもそれ言ったらゲーセンありますかって言われたらないですね。ちょっとそれはすいませんけども、はい、ポケモンゼンでありますかって言われたらちょっとないんですけど、なので僕の場合、その物件を選ぶ、部屋を選ぶというよりかは、その土地を選ぶって感じです。その土地に住むっていう、そういうイメージで、あの物件、街を選びました。あとはこれ別に信じられる人、分かる人だけ理解してくれればいいんですけども、そのなんか波動が高い街っていう意味でも、あの選びましたね。動物、小鳥がチュンチュン鳴いてたりとか、あと子供がいっぱい元気に遊んでいるところとか、土地の波動というか気もすごくいいらしいので、そういったところでも基準で選びました。なので大変失礼なことを言うようで申し訳ないんですけども、この今後ろに見えているのってずっと日陰なんですよ。ここにあるものってずっと日陰なんです。なのでだいたいこう日陰にいるものって枯れたりとかしおれたり、ちょっとこう陰なオーラがあるんですけども、見てください、めちゃくちゃ元気に育ってるんです。プリップリなんですよ。てか何ですかこの植物、なんか実がなってますけど、何でしょうこれ。なので僕が物件を選ぶ時のポイント、僕が大切にしているところっていうのは、まず一つ目に波動が高いというところですね。あのこういう草だったり鳥だったり子供たちが元気にいるところで、二つ目にその家の近く徒歩5分圏内に便利なものがいっぱいあるか、ある程度も揃ってますよっていう感じですね。物件に住む、物件がその地区何年だからとか、物件がその何平米だから住むというよりかは、その土地に住むっていう感じですね。もうその町に住みたいから住むっていう基準で僕は物件を選びました。はい、ということで、じゃあいよいよ僕がここに住んでましたっていうのをお見せしていきたいと思います。じゃあお散歩しながら写していきたいと思います。こちらですね。もうここで EMS 何百個送ったかって話ですよ。本当にお世話になりました。そう、ここの川がすごい長くて、全長で2キロぐらいあったと思うんですけど、すごい朝爽やかで気持ちがいいんです。で、ここにラビットワールドっていうウサギを専門で扱っているペットショップがあるんですけど、実家のウサギ第1号ですね、こちらを買ったんです。もうそのウーちゃんたちは天国行っちゃいましたけどもね、はい、すごい懐かしいですね。こんな感じでいろんなところに行きながら、いろんな絵をお見せできたらいいななんていうふうに思ってます。そうやっていずれなんか世界中でオフ会をする様子なんかもお見せできたらいいななんていうふうに思ってます。はい、まだまだ先は長いと思うんですけども、頑張ります。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。